はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターハーム2プレイしていきます。さあ今回からは新シリーズですね。はい、まあおなじみのモンスターかもしれませんけど、まず図鑑から見ていきましょう。はい、今回はこれですね、キンダーホップというかアスピンB ランクのねアスピンもいるんですけど、はい、こいつをね育てていきたいなと思います。で、読んでいくと、背中の羽のために他のホッパーよりもほんの少しだけジャンプ力があると言われる。あ、そうなんだ。え、飛べないのジャンプはできるけど飛べないってこと？これ飛んでるけどな。あ、後ろでね、なんだ、月と太陽かなあれ後ろで光ってんのなんだろう。なんかちょっとよくわからない世界観もありますけど、はい、このキンダーホップ育てていきたいなと思います。でね、初期能力はこんな感じで、まあホッパーらしいかな。で、能力適性の方は、ライフが D で力が C で、賢さが B で命中 A で、回避が C で丈夫さ E ですね。はい、まあプールバグもあるんで結構悪くないかなと思いますね。で、意外だったのが回避がね C っていうのが、うん、B ぐらいあるのかなと思ったんですけど、普通に C っていうことでね、それがちょっと意外だったかな。はい、で今回名前はね、ネズミ男からネズミ女へ、はい、性転換しましたまあさすがにね、この名前じゃない、この風貌でネズミ男っていうのはおかしいと思ったんで、まあ女にしておきましたね。でね、今回こいつを育てようと思った理由が、うん、やっぱりね、以前作ったネズミ男が結構能力低かった割に強かったんですよ。だから強いホッパー作ったらどれぐらい活躍するのかなっていうのを、はい、見たくて、またねホッパー種リメイクということでやっていきたいなと思います。以前はもう1年以上前かな、うん、温泉掘るためだけにねあいつを作ったんですけど、うん、今回は本格的に育てていきたいなと思います。でね、このキンダーホップっていうのはホッパー種で唯一あの賢さ技が使える種族でもあるんで、それもね生かしていけたらなと思ってます。はい、で他はこんな感じですね。好きが遊ぶことで嫌いが肉もどけで、余裕あるちは悪ですね。で、技の方こんな感じで、まずフック、力タイプのバランス技、消費活12でダメージ D、 命中 C、 クリティカル E と、まあ普通かな。で、もう一つがジャブですね。力タイプのバランス技、消費活10でダメージ E、 命中 A。 まあダメージ E っていうのは本当に威力出ないんでね、普通にこっちの方が強いかな、フック。はい、そんな感じで、じゃあやっていきましょう。でね、今回はもうちょっとトロロン使わずにアルタケーキあげてね、速攻修行に出していこうかなと思います。これで8ぐらい中性度上がるかな。あ、5か思惑以上に上がらなかったですけど、もう早速ね、うん、トーブル海岸行って技を覚えていきましょう。さあ覚えるかな。多分まあロードも含めて 1,2 回すれば覚えるんじゃないかな。はいはい、失敗。まあ2回目は成功するんで、ここで覚えれば成功のはず。あれあれ、やはりここら辺は悪者っていうのがあるかな。成功覚えないちょっとねロードして覚えさせたいなと思います。はい、そしてねロードして、まあ、3回目の成功のところでね覚えました。なんか3回成功したんでね修行がラッキーだったな。能力も上がって技も覚えたと。はい、まず1つ目、まあ、結構ね使い込み技が多いんで早め早めで覚えていきたいなと。でビタミンもどきは普通かな、うん無反応で。よし、じゃあこっから回復させていって、今回ねもう一回修行に出したいんですよね。まあ出せればの話なんですけど。よし、草だよ。でパクリと休ませて、まあこんな感じですよね。そしてここオイリーで、中精度が思いのほか上がってないな。さあじゃあトレーニングしていきますか。トレーニングの方はどうしよう。とりあえず力か命中上げたいよな。命中いくか、射的で。おほほほ、悪なんだけどな悪なんだけど成功する。大成功、ナイス。わ、11番上がったぞ。まだ1段階目だよな。すげえ上がるなこれ。
いいよいいよ。でまたオイリーでトレーニングしていきます。はい、次はねちょっと次の修行のために回避上げて極端だな、すげえ極端だな。はいはい、いくつ上がる ?2 か、まあ2だったら別にいいか。こんな感じで特に怒ることもなく、うわ出来合いになっちゃってる、これまずいな、失敗しやすいんですよね。よし、これでちょっと様子見るか。もう一度席避けでサボりそうだな、大丈夫か、失敗もあるんだよな。よしナイスまあこんな感じなら OK でしょう寝てる時より上がらないとかあんの。はい、じゃあまたビタミン上げて C を出していきます。はい、じゃあ次はこのパパス雪山ですね。よし、ここでおなじみの技を覚えていきましょう。中性でも上がったんで多分あれ一発じゃないマジで覚えると思うけどな。どうだあれまたロードしないといけない。3つ目、ここで覚えるだろう。さあどうだようやくよかったよかった。はい、2つ目の技も覚えていい感じですね。でまたちょっと回復させて、はい、そしてさっきと同じ回復させて、次はまた射的やっていくかな。よし、ポンポンと OK ですね。で次はあの銃トレ始めて、多分もう2段階目に入っているんで、うんですね、銃トレ1回やって、ドミノ倒しじゃないな、重り引き1回やって大会出していきましょう。よし、ここはオイリーでかなり順調ですね今のところ。まあ、ちょっとトロロンを使ってないんでパワー不足なところもあるんですけど、はい、重り引きやっていきます。あ、マジかマジか、レベル上がらないぞこれこれやり直しだな。はい、ということで成功しました。さあこれでレベル上がるかな、さすがにねレベルはこれぐらいないと。よし、じゃあ大会出ていきましょう。なんか拾ってきた、なんだ何それ絶対どっかのおじいさんからパクってきただろう絶対人のだと思うな、困ってるぞ。いいのか警察行くべきだよな。もう靴程よい香りが染みついてる、噛み応えのある革製の丈夫な靴絶対捨ててたのかな、パクってきてるよなこれ。大丈夫か、まあね、まあ普通にショップに行って売りますけど日本中これ買ってくれるとこあんの、おばあちゃん何すんのはい、そして大会に出る前にこれですよね、覚えて技なんだ、あーちゃんとあるかまずジャンプブロー、力タイプのクリティカル技、消費圧22でダメージ D、 命中 B、 ガツダウン E でクリティカル C。 はい、もうホッパーといえばこれかな、これとまあもう一つあるんですけど、うん、まあ普通に使えますね。あーなるほど、クリティカルと命中が伸びたって感じか、あとガッツダウンもついて。はい、でもう一つの代表技がこのフリッカーですよね、力タイプの命中重視技、消費圧17でダメージ D、 命中 A でガッツダウン、クリティカルともにいいですね。うん、あ、これは使いやすいな、フリッカー。なるほど、どっちも打ちやすい技だと思うんで、はい、まあここら辺ね使い込みながらやっていきたいなと思います。じゃあ E から行きましょう。さあ E、 どうしようかな、ガッツ回復ね相当早いんで確か8かな、だから技をねある程度使っていきたいというか早めに打っていかないと使い切れないことも多いと思うんで。おー、クレーンはいますね。でいきなりユノムールから、はい、ユノムール、うんうん、まあこっち耐久性能はちょっと相当やばいんでできるだけかわしてほしいな、あとは手数で。
まあ、前回のねゴーレムとは打って変わって再び手数で稼いでいくモンスター、まあプラントほど極端ではないんですけど、よし打っていかないとこれになるんでね、使い切れねえ使い切れねえ、まずいな、死んでいくガッツが。よしジャンプロー終わったぞ。32、あ結構食らってますね。でフリッカーと、フリッカー安定だな。あかわされたか。うわ本当にガッツが使い切れない、バンバン溜まっていくぞ。これとかも使っとくか、打ってなかったフリッカー。よしガッツダウンもいいですね、結構効いてると思う。敵に打たせるかな、微妙だな。ここら辺はちょっとフリッカーで時間稼いでいくかね、このガッツ回復の速さ。敵も結構速いな。よし打っていくよ、これでいけるかな。敵のガッツをこれ 8 近づけない。おマジか、こいつ移動速度速いんですけど、ユノムールもなかなかやるな。はい完勝でしたね。この感じでいけば E は突破できるはず、あとはしっかり技を使っていきたい。もうちょっと、もうリオーンとかだったらガンガン打っていって大丈夫かな。言ってね、あんまり使いすぎると敵からのダメージも怖いんで、そんな感じで戦っていきたい。はい続いてはリオン、うん、ここは勝ってますよね。敵も耐久性能ないし、バンバン打っていきましょうということで。よしんーこれなんかあとここら辺のフックとか、うわ結構食らったな。フックがこれね、あ結構ダメージ出るな、クリティカッターとはいえ。でフリッカージャブ出せるかな、フリッカー打って当たりまくる。急にダメージ全然なくなったけども、うわめっちゃ食らってんぞ。そこかわしてくれないと。あまたフックか、フックじゃないんだけどな、ジャブが出したいんだけど結構難しい、出すのが。いいよ、出ないなまずいまずい、フリッカー打っていかないと。フリッカーフリッカー、よしもう一発勝ったかな。おっともう一発か、であるならさらに。よし結構危ういな、やっぱりガッツ使いすぎると敵からのダメージがきますね、この耐久性能だと特に気をつけないと。未だにちょっとジャブが出せてないっていうのも、出せてないっていうのも気になるな。オクレイマンとかちょっとやばいですよね、ガッツ貯めていかないと。ワンパン KO もあるな全然。よしじゃあオクレイマン、まあとにかく回避してもらって、敵の命中がねこれだけ低いんで、挨拶代わりのジャブようやく、こんな感じまあ、あんまりよくわかんないな、結構命中率高い。よしうわマジか、やばい、うわあんまり食らいたくないの食らっちゃった。フリッカーで稼いでいこう。マジか、もうちょっとガッツは貯めた方がいいかな。マッハ怖いよマッハ、あー来たか。よしからのフリッカーがどうかな。よし敵もね結構ガッツ溜まっちゃってるんでダメージ出ない、ここはジャンプブローに切り替えていくか。あフックになってるフックもまあ結構出ますからね、投稿張りで。いやこれ打っていかないとやばい、これ返せない、これ返せないマジで、ジャンプブロー打てねえとなったらもうフリッカー使っていくか。オクレイマン強いわこれ勝てない、ダメージが出ねえ。いやはい、いや命中率 50% ある時点で無理ですよね、結構高いんだよなこいつ。あまずい、決勝戦だったらまずいよ。あナイスナイス、この感じでいけばナッツとの決勝戦になるかな。オクレイマンは勝つの無理だ。はいナッツ行きましょう。さっさてナッツ、もうここはねフリッカー連発で全然勝てるかなと。こいつは相性いいと思う。 67% かわされたか。よしいや打っていくよ。おっとおっとおなら、おなら、あ結構食らったな。
破局場すげえ早いぞこれ多分ガッツかガッツ回復半端ない。よしいいよ 88% でガッツも削って貯めていこう。あまず続いて、おお終わった。まずいまずいフリッカーで打っていく打っていく。油断はしちゃダメ、ここはね手堅くいかないと。よしでもう一発ちょっとどうかな、もう一発いい感じいい感じ。4ってもう逆転ないかな、さすがに。うわ結構当たるな。で最後打って勝ちですね。いいよ、ナッツとはもう一回戦いたいな。はい勝利。さてさてこの調子でいけるか。オクレイマンちょっと負けてほしいな、勝てる気しない。どうだリオンとの対決で、うんオクレイマン勝ってきたか。決勝あるな普通に。はいそしてハリキックス、ここもちょっと手堅く勝っていきたいですよね。ガッツ貯めながら、こいつは強いからな。よしお、いきなり来たジャンプブロ。どうだクリティカル入らないか、クリティカルないとやっぱ威力は出ませんね。よしあマジか、まあまあまあこれぐらいだったら貯めていきながらパリガッツの優位性は保っていって、フリッカーでもいいか。あフリッカーが打っていく。マジか 74%、 ここら辺が結構不運だと苦しい。ジャンブロクリティカって、マジでこれ負けるんじゃない、これだけついてないと。いや追いつくのも結構大変ですもんねこれ。マジで運悪すぎるわこれ運悪すぎる、これ勝てないわ。こんだけフリッカーで無理ですよね。いやこんだけ運悪いの久しぶりだ。どうかなあいつら負けるかな。ここでね奇跡の連勝がないといけないんで、さあオクレイマン負けるかな。オクレイマン優勝マジか、結構きついなこれ。じゃあちょっとやり直しますか。はいということで、やり直してきました。またねちょっとハリキックスに負けてしまったんですけど、このユノムール戦ではい決めたいなと思います。いややっぱパワーなし耐久性能なしだと相当回避ないと厳しいですよね。うん賢さは高いんだけど賢さ技もないしなそこら辺で。よし近づいていくよ。やっぱりしっかりガッツを貯めながらの、まあ、ここら辺ねフリッカーとジャンプブローを使い分けて戦っていきたい。ここら辺をしっかり押しかわしてくれるとでかい。よしこれがねさっき外れまくったんでちょっと信用ならないな。おいいよ、逆にめっちゃ運いいな。ここは勝ちたい、ポンポーンと。よし敵のガッツも結構溜まってる。残りね15秒ぐらいになってくればしっかり使いこいながらいけるんだけど。よしあとは逃げ切るだけ、打っていく。うわ相手も打っていくな。ジャンプブローで時間稼ぎしたい。逃げるかあマジかでも勝ったかな、さ最初の。あよかったマージンのおかげでなんとか逃げ切れましたね。よしいやさっきもこういう戦い方したかったんだけどなちょっと技が外れすぎて。はいまあオクレイマンがいなかったのがね今回は良かったなと。オクレイマンにはちょっと勝てる気がしないな今回の能力で。よしはいということでなんとか勝てました。いや苦労しましたね。よしで使い込みもできたんでもう一回ぐらい大会に出たら使い込み上位技も覚えていけるかな。はい700、
人気は肉にしか上がらない。はい、そして能力、まずですね、いや頑張ったなんだ、休ませろ無理だなはい、ということで始まりました。まあネズミ女育成、苦労しましたね、戦い自体は。ただ今後ね、力とかちゃんと上げていけば、はい、かなりね強くなると思うんで、そこら辺に期待かな。そして今回使っていった技、まあいろいろ使っていったんですけど、みんな同じ感じだったな。消費ガッツも結構でかいしね、強い技は消費ガッツはでかいんで、まあそれなりの威力は発揮していてくれたんですけど、別に全然フックとかジャブとかでも、ダメージ変わらなかったんでね。だから今のところはそんなに差はないのかも。とにかくね、これとかこれを使い込んでいって、はい、今後ね、また上位技覚えていきたいなと思います。ということでね、また次回はちょっと力とか上げて、はい、新技も覚えてやっていきたいなと思いますので、次のね、成長にご期待ください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてお気に入りになっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。